皆さんおはようございます、今朝はね綺麗な夕日が昇ってますね今、今日はね午前中早い時間から死ぬほど忙しいんで、まあ、ちょっとね午前中この絵が上げられるかどうかわかんないですけども、そんなことよりもね今日は大変です、事件ですそこにねもう一人変態がいます。いや初めてですよ、ここでねこうやって動画撮り始めてもう2ヶ月くらいになるのかな、2ヶ月になるのかな、まだ1ヶ月くらいかな、初めてですよ、なんかね駐車場っていうか、駐車場じゃないんだけど八王子ナンバーの車が止まってるからもしやと思ったんですけどね、でも機材見てみるとすごい機材持ってますね、ものすごい望遠持ってますねいやーすごい、でもなんとなく動画って、でも動画撮ってるのかな、デジイチでね、でもこうカメラの構え方がねやっぱりちょっと違いますね私なんかと、今太陽が昇ってるんですごい撮ってますよ、私的にはもう日常の風景っていうかいつものことやってるんですけどなんかね初めて今日変態仲間がいましたね、八王子から来たんですね、ということは16号ですね、保土ヶ谷バイパス横横飛ばしてこの時間にいるっていうことは多分寝てませんね昨日ね、読めちゃいますね私はねさっきもお話したようにちょっと今日ね午前中早い時間にね仕事がパンパンに目いっぱいに詰まってんですよ、だからこれ帰ったらねいつもは動画の編集ゆっくりやってんですけどねちょっと今日は無理かもしれないですね、午前中仕事が先にあるんで、本当はねちょっと今日ね話したいこととかあったんですけど、まあちょっとこれはまたね今日の夜にでも語れれるかなと思ってますが、まあそんなわけで今日は綺麗な朝日が昇ってます、火曜日ですか今日は、私も今日は午前中めちゃめちゃ忙しいんですけど、皆さんもお仕事大変だと思いますが行ってらっしゃい、ホリックさんも頑張ってお仕事行ってらっしゃい、それでは皆さんチャオ。